こんにちは。整理収納アドバイザーの七尾明子です。今回は洗濯物がしまえずごちゃついてお悩みのお宅のお片付けビフォーアフター事例についてご紹介します。このチャンネルでは収納や片付けを中心とした暮らしに役立つ情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今回は3階建ての戸建てに7歳、4歳のお子さんと4人家族でお住まいのお宅のお片付け事例後編です。前編では収納不足を補うためにちょい足し収納をたくさんつけた結果、玄関になくてもいいものまで多数ちょい置きになってしまい、人に見せられない状態になってしまった下駄箱周りのものを見直し、すっきりした玄関に改善したビフォーアフターの様子をご紹介しました。今回の後編でお片付けしたのは、同じ1階の奥にあるクローゼットです。もともとあった扉を外してオープン収納としてお使いになっているこちらのクローゼット。クローゼットの左側はご自身で棚板を取り付けてご家族4人の服を収納されていましたが、オープン棚にきれいに服を収納するのが難しく、ごちゃっとした状態になりがちでした。下の方に収納されているお子さんたちの服もパンパンに詰め込まれ、お子さんが自分で洋服を選ぶのが難しい状態になっていました。普段は乾燥機にかけた洋服をこちらのカゴに移してから後で畳んで戻すルールにされているとのことでしたが、実際には畳む余裕がなく溜まってしまいがちとのことでした。右側のスペースには突っ張り棒をつけて洋服がハンガー掛けできるようにされていましたが、ここになくていいオフシーズンの服も混在していてごちゃっとした状態になっています。ハンガーの下にあるコンテナボックスもここになくていいとのことでしたが、その上にもちょい置きのものが山積みになっています。そしてこちらはこのクローゼットの枕棚です。ここには使用頻度が低めのものが置かれているとのことでしたが、直置きのため取り出しづらく、見た目もごちゃついてしまっていました。クローゼットと一緒に後編でお片付けを行ったのが同じく1階にある洗面所です。とてもスペースが狭いことにお悩みだったこちらの洗面所。洗濯機の上に棚板がついている構造になっていましたが、その上が階段下に当たるため、右側は天井が低くなっていて使いづらいことにもお悩みでした。この棚板の上には掃除用品や洗剤類のストックを収納されていたものの、できれば大人のパジャマや下着類を洗面所に収納できるようにしたいとご希望でした。なお、棚板の下には突っ張り棚をつけてタオル類を収納されていましたが、こちらも見た目がごちゃつきがちでした。続いてこちらは洗面台下の扉収納です。こちらは洗面所の中では比較的出し入れがしやすいスペースでしたが、中にあるものを見てみるとほとんど使っていない使用頻度が低いものも混在してしまっているご様子で、せっかくの使いやすい場所なのにもったいない状態になっていました。洗面台の上は物が置けるスペースが限られるコンパクトな作りになっていましたが、出しっぱなしでなくてもいいものも置かれていてごちゃっとした印象になってしまっています。またこちらの洗面台には吊り戸棚もついた構造になっていましたが、踏み台がないと取れないくらい高さがあるのに加えて奥行きも深いため奥のものがかなり取り出しづらいご様子でした。またこちらのお宅の洗面所には床下収納もついた構造になっていましたが、どう使っていいかわからず中身は空っぽの状態になっていました。このような状態を踏まえて1階クローゼットと洗面所収納を見た目すっきりで機能的な収納に改善すべく、午後の時間を使って作業を行いました。では早速午後の作業もスタートします。クローゼットと洗面所合わせて2時間半以内での完了を目指して作業を行います。まずは1階のクローゼットにある洋服を全部出して分類していきます。1階はスペースが限られるため、玄関の作業と同様に一旦すべて2階のリビングに集めて分類していただきました。洋服の分類にはこちらのカードを使って人別に分けていただきます。人別に分けながら不要な服や1階なくてもいい服も一緒に仕分けていただきました。
クローゼットスペースにあったものを全部出したところで約20分が経過。ここからは分類が終わったものから順に収納していきます。今回、洋服のしまいやすさと見た目のスッキリ感を改善するために、無印良品のソフトボックスを使って収納していきます。お子さんの靴下や下着類はこちらの浅いタイプ。その他のかさばる洋服類はこちらの深いタイプを使用します。まず、このボックスの高さに合わせて、オープン棚の棚板の高さを調節します。続いて、ソフトボックスに分類が終わった服を収納していきます。ですが、分けてみると意外とお子さんの洋服の量が多いことが判明。もともとの計画ではお子さんの服はオープン棚の下2段分を使って配置する予定でしたが、それだとかなりぎゅうぎゅうになってしまいそうでした。そこで作戦を変更することに。あれですね、やっぱりお子さんが結構量が多そうな気がするので、大人のハンガー掛けの下のところにランドリーバスケットを置いてるじゃないですか、はい、であれが多分今後いらなくなるんじゃないかなと思っていて、はい、バシバシ入れられるようになるので、はい、でそこに代わりに大人の服を入れられるこのボックスを2個置くとか、はい、まあ、そういう形の方がなんか現実的かなっていう気がしていて、多分あれ残すとなんだかんだ入れちゃって、結局下の方が埋もれるっていうことになりそうな気がするので、って考えると、うん、お子さんはまあトップス1個ボトムス1個とかにするか、まあ、もしくはパジャマ1個普段着1個にするかっていう形にして、はい、やった方がいいかなってちょっと思いました。わかりました。今はこのようにお子さんの服は少しゆとりを持たせて収納することにしたため、その作戦に合わせてボックスに入れていきました。そして作戦変更に伴ってボックスの高さに合わせて再度棚板の位置を調整。そしてハンガー掛けの服をバーに戻し、パパの服を上の段に配置したら、洋服の収納は一通り完了しました。ここで約1時間20分が経過。ここからはラストスパートとして洗面所の作業に取り掛かります。洗面所はクローゼットより物が少ないため、1階の廊下を使って作業を行いました。洗面所の物はこちらの1軍、2軍、3軍カードを使って使用頻度で分類していきます。そして洗面台下の中身も出したら、一通り物を出し終えることができました。一通り物を出したら、まずタオルやパジャマ類から収納していきます。使用したのは、先ほどクローゼットでも使った無印良品のソフトボックスです。こちらのボックスを使って、どのサイズに何を収納するか、お客様と相談しながら決めていきました。3つ上にボックスを置く予定にしていて、1個フェイスタオル、1個バスタオルで、ちっちゃいやつがもう1個多分置けるんだと思うんですけど、それを、どちらかのパジャマとかにするのか、今結構その大きいやつにパジャマ2人分ってなると、ちょっとその多分取り探しづらかったりするかなと思うんですけど、まあ、でもちょっとちっちゃい方を、まあ、ママにするかですかね、サイズ的に言うと。そうですね、はい、そこで2階に残っていたパジャマを持ってきていただくと、意外な事実が判明しました。パジャマ全部これで全量ですか？洗ってるものとかが、それもちょっと今衣替え中なんで、はいはいはい、いつも大体何組ぐらいですかね？2組かな、私は。ってなると、もしかするとバスタオルがこっちの方が量的にいいのかもってちょっと思って、そうですね、意外と量がそこまでなさそうだったんで、であればもうこっちにポイッとさせていただいて、で基本多分投げ込み収納が楽なんだと思うんで、で考えると結構、まあ、フェイスタオルはまあまあ最悪こう枚数多少絞ってもいいかなっていう感じだと思うんですけど、はい、なので、はい、でもまあバスタオルはね、枚数的に、まあ、このぐらい多分必要かなっていう感じだと思うんですよね。考えると、まあ、今ちょっと綺麗に畳まれてますけど、まあまあこのぐらいの量だったら、はい、こういう収納の方がいいかなっていう。
タオルやパジャマを収納し終わったら、ボックスを洗濯機の上のスペースに配置します。ここで約1時間40分が経過。最後に残った消耗品ストックを収納していきます。まず、一番使用頻度が高い1軍のストック品は、取り出しやすい洗面台下の扉収納に配置。続いて2軍の消耗品を収納していきますが、今回こちらのニトリの釣り戸棚ストッカーをご用意いただきました。大きさが2サイズあるうち、今回は大きい方の M サイズを使用します。このストッカーに2軍のストック品を収納していきます。すべて収納し終わったら、洗面台の上の釣り戸棚に配置します。そして最後に残った3軍の消耗品を床下収納に配置したところ、残したいものはすべて収納できました。ここで作業がすべて完了。午後の作業は約2時間10分ほどの時間で終えることができました。では、早速後編のビフォーアフターの様子をご覧ください。まずはクローゼット全体のビフォーアフターです。洋服があふれてごちゃっとした印象だったクローゼットが、見た目もすっきり改善できました。もともと棚にパンパンに詰め込まれ、お子さんが自分では取り出せない状態になってた子供服も、浅いボックスには下着や靴下、その下の深いボックスはトップス、ボトムスとそれぞれ分けて収納できるようになり、お子さんにも分かりやすくなりました。同じく棚にごちゃっと詰め込まれていたり、深いランドリーバスケットに山積みで取り出しづらかった大人の服も、子供服の上のスペースにパパの服、そしてハンガーポールの下にママの服をボックス収納にしたことで取り出しやすくなりました。またオフシーズンの服なども混在していたハンガー収納も、今着ている服だけに絞ったらかなり量が減ってすっきりしました。そして使用頻度低めの雑貨が直置きになっていて、取り出しづらかった上段もソフトボックスを使うことで見た目すっきりに改善。ボックスにまとめたことで高い位置にあるものも取り出しやすくなりました。続いては洗面所です。こちらもだいぶすっきりして見た目の生活感が改善できました。もともと消耗品ストックやタオル類がごちゃっと直置きされていた洗濯機上のスペースも、パジャマやタオルなどの布類を主に収納するスペースとして役割を整理して、ソフトボックスにまとめたことで使い勝手も改善しました。続いては洗面台下の扉収納です。こちらはゴミ箱と一軍のストック品の収納スペースとして役割を整理。実はこちらのゴミ箱は置き場がなく、今まで1階の廊下に置かれていました。今回洗面台下に置き場所を確保したことで、廊下に置く必要がなくなってすっきりしました。続いて洗面台上の釣り戸棚です。こちらはストッカーを使うことで奥のものも取り出しやすく改善。このストッカーの中には2軍の消耗品ストックを収納しています。続いては床下収納です。もともと使い方が分からず空っぽだった床下収納ですが、こちらは3軍の消耗品などを収納する役割として有効活用できました。それぞれの物の置き場所がしっかり決まったことで、ごちゃつきがちだった洗面台の上も、表に出ているのはハンドソープだけになり、かなりすっきりしました。ちなみに今回のお片付けで、前編後編通じてこれだけの処分品が出たそう。次のゴミの日までにここからさらに増えて、最終的にゴミ袋10袋分になったそうで、かなり頑張ってくださいました。では今回のお片付けのポイントについてもご紹介します。今回のポイントは、洗濯物が楽にしまえる仕組み作りです。お片付け前までは棚板の上に洋服を畳んで重ねる収納だったため、きれいに畳まないとぐちゃぐちゃになりやすく、畳むのが面倒でつい洗濯物がランドリーバスケットに溜まってしまうという負のサイクルになっていました。それをソフトボックスに投げ込むだけでしまえる収納に変えたことでハードルが下がり、すぐにしまえるように改善できました。洋服だけでなく、タオルやパジャマも投げ込み収納にして、洗濯が終わったらすぐに片付けられる仕組みに変えました。投げ込み収納の場合、ボックスに対して収納量がいっぱいにならないように注意する必要がありますが、
忙しくて畳む時間がなかなか取れないというお宅の場合は、溜まりがちな洗濯物もすぐにしまえるのでおすすめです。では最後にお客様からいただいたご感想も紹介します。もともとは狭い玄関に収納を増やそうと思い、収納家具をいくつも設置していましたが、事前ミーティングでそれこそがちょい置きの原因になっているとご指摘いただき、お片付け当日は撤去することに。ちょっと心配でしたが、分類してみると玄関に残したいものは少ししかなく、悩んだ時は七尾さんから本当に玄関に必要ですかと聞いていただき、本当に必要なものだけを残すことができました。クローゼットについてはこれまで乾燥し終えた洗濯物をワゴンに入れてから畳んでいましたが、結局畳む時間がなく、ワゴンをひっくり返して着替えを探すことになり、時間もかかり、廊下が洗濯物だらけになることもしばしば。今は洗濯機から直接ポイポイと収納ボックスに仕分けることができ、着替えを取り出すのもパッとできるようになって感動しています。子供たちも自分で支度できるようになり、私が服を選んでいいの？これなら僕にもできると嬉しい言葉をもらいました。洗面所は狭いことが長年コンプレックスでしたが、ゴミ箱を洗面所の扉の中に設置するというアイデアにはびっくり。洗面所のものも使用頻度に応じて収納することで、すっきりとした使いやすい洗面所になりました。娘は家に帰ると毎日綺麗なので、毎日七尾さんが来ていると思っていたみたいです。笑い。これからもちょい置きしないよう家族で声を掛け合いながら、今回学んだことを生かして家全体も過ごしやすくなるように片付けを続けていきます。玄関のドアを気持ちよく開けられるようになり本当に嬉しいです。この度は本当にありがとうございました。洋服が片付いたことでお子さんたちが自分で身支度もできるようになったとのこと、とても素晴らしい変化ですね。いかがでしたか？玄関だけでなく、クローゼットや洗面所も片付いて、毎日気持ちよく帰ってこれるお家になりましたね。最後にこの動画を気に入ってくださった方は、チャンネル登録とグッドボタンをぜひお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。